癒してあげないと。今夜もあなたと。こちらは僕たち二人がお送りする癒しのコーナーです。学校や職場、また家庭の中で疲れを感じているあんたのために、僕たちが精一杯癒しを運びます。だんだんいっちゃいましょう。さあこの手でいかねえよな。そうだよな、持たないもんね。そうですね。じゃあ今日も元気にね、行こっか。行きましょうね。あー、じゃじゃん。スタンダーファーさん、ミスティネームマシュマロさん。柔らかくてふわふわしてて甘いやつじゃないんですね。似てる。湯じゃなくてよ。じゃない。マシュマロさん。マシュマロさんからいただきました。ありがとうございます。下野さん、カイさん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。突然ですが、この前、某ラジオで M 久保さんが、カジ君が最近忙しくなって冷たくなったというようなことをおっしゃっていました。それ、いつの話だい？そこで、最近お疲れ気味なカジ君を下野さんが癒してあげるというのはどうでしょうか？おー！いつもお二人に私たちリスナーは癒してもらっているので、たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか。それではお体に気をつけて。スマイルスマイル。おー、マシュマロターン、うん、すごい優しさを持ってるね。願ったり叶ったりです。よし、じゃあ、うん、下にょろさん、疲れを癒せればいいんだろ。お願いします。いいですか？よし、じゃあマシュマロさんのお願いで僕を癒してくれるまで3、2、1、ミスティ。疲れているのは肩かい、それとも腕かい。僕に聞かせておくれ、君の疲れを。疲れているのは眼球か鼻の穴か。なんだったら全部癒してあげよう。ゆうた、僕が君を癒してあげる。ゆうた、これを聞いて涙を流せばきっと癒されるさ。多分ね。すごいね、ひろたんって。何？ちょっと本当いい曲すぎて泣きそうになった。めっちゃいい曲。何これ。ちょっと最後なんかこう自信ない感じはありましたけど、うわ超いいメロディー。なんかのパクリじゃないよね。パクリではないね。はずだよね。すごいね。俺ほんとちょっと泣きそうになっちゃったもん。目頭が熱くなるってこういうことなんだって。笑いそうになってとかじゃないんだ。今、笑い。ちょっとマジでなんで潤んでんだお前。いや、いい曲で。いや、ほんといいメロディーだなと思って。ああ、そうですか。すごいね。ほんとにすごいですね。頑張りました。いやー、もうありがとうございます。マシュマロさんと下野さんのおかげです。はい。もう。本当願ったり叶ったり、押していただいてありがとうございます。すいませんね、収録頑張ってくださいね。頑張ります。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。じゃあ続きましていきますよ。ミスティネームまゆこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。カジ君、下野君、こんばんミスティ。こんばんミスティ。初めてメールを送ります。最近職場で何かにかこつけて文句を言ってくる先輩がいます。正直ストレスが溜まっています。ストレスで声がかすれてしまうし、もう我慢できません。でも一応先輩なので切れるわけにもいかないのですが、このままではそのうち切れてしまいそうなので、大好きなカジ君、島野君、これから我慢ができるように優しく励ましてください。優しくか。これカジ君、島野君だよ。なるほどね。二人でか。だって書いてあるもん。そっか。うん。よし。なんか今日俺ずっと頑張ってる。そうだね。でもそれでみんなが癒されるんだったら願ったり叶ったり。よし。俺出てないんだけど。出てないのに何をそんなに押してんの君は。わかんない。なんか。好きなんだろうね、下野さんがね。みんな聞いてね。ありがとう。よろしくお願いします。よっしゃ、行きますか。はい。職場でストレスが溜まっているまゆこさんを癒すまで、3、2、1、ミスティ。あー、いる。こういう人いる。いる？すごいいる。いるよね。やっぱりね、なんつうのかな。なんかね、でも俺はその時に思うわけですよ。この人たち、こういう風な人って、なんか、すごい不幸だから、その鬱分を別なところで晴らそうみたいな、なんかちょっと、かわいそうな人なんだね。そうだね。うん、あんた、いいこと言ったよ、今。うん。いや、本当に。いや、そうだと思うよ。俺はそう思います。そうそう。別に酔っ払ってないからね。うん、そうだね。居酒屋でも何でもないからね。なんか俺酔っ払ってる感じになってたけど。なんだろう、うん。いや、島野さんを考えてごらんなさいよ。うん。大先輩だよ。うん。僕からしたらね。うん。でもこういう空気を作ってくれてるわけですよ。うん。でもほら、あなたのその先輩は、うん。そのなんか、きっと器が小さい。いいこと言うな、ゆうた。そう、だってね、島野さんは、なんか、その、別にね、偉そうなこととかね、命令とかしなくても、やっぱり先輩だなってこう思わせてくれるわけですよ。本当にもうそんなもう、いいんだって。いやでも、本当に思ったことですよ。まあ、確かにそうなのかな。そうすいません、生もう二つ、はい。ごめんなさい、そんなね、もう一つね、ホッピーで、中身ください、中身。黒い方ですか？黒で。ホッピー。黒ホッピーで。はい、すいません。うん。ていうか、マイコン全然飲んでないじゃん。でも、マイコン飲めないんだっけ？今日ぐらい。でもほら、前にマイコンちょっと倒れちゃったからさ。あったね。なんか、カルピスサワーだっけ？なんかそれ飲んだらなんか、ちょっと濃かったかなんかでなんか。こいつ濃いのがお好きですか？すいません、カルピスサワーをください！おい、バカ！ダメだってと、まあ、こんな風にですね、先輩がやっぱ心が広いと。このように振る舞えるということで。まあ、いい先輩、悪い先輩、いろいろいますけどもね。自分が信じた先輩についていけばいいです。そうそう。他にも多分先輩いますから、きっとね。そういう先輩には、とりあえず言うこと聞いて、もうなんかもう、間違ったことは間違ったって言えばいいですけども、こう、なるべくこうね、穏便に行って、仕事とにかく頑張れば、いつかそういう先輩は、ダメになっちゃうから。そうそう。島さんのダメとそのダメは違いますからね。俺のダメ。いいダメだから。いいダメなのかな。いいダメだから。どっちにしても俺ダメだな。まあ何にしても、まあ、ちょっとストレス溜まったら、僕らと一緒にお酒でも飲もうよ。カルピスサワー作るぜ。願ったり叶ったり。もうそんなに幼い。いいよ。なんか恥ずかしくなってくるから。ハードルまで上がってる。なんかすごい、いい作品に、絶対いい作品みたいな。いや、もう絶対いい作品ですから。するつもりではあるけど。そうだよ。まあまあ、次行きますか。行きますか。もう一つ行きます。もう一つ行こうか。はい。じゃあ、この方です。はい。ミスティネーム、サクラン。大丈夫ですか？桜さん。桜状態というわけではないですね。花の桜に、んがついてます。桜さん。桜さんですね。ありがとうございます。しもちゃん、ゆうた、ミスティ。ミスティ。早速ですが、助けてください。ちょっと待って。ギャップが激しいな、お前は。このチェリーブロッサムが。大学で必修の外国語、私はフランス語に挑戦しています。それが、毎週授業で結構心折れています。あらら。単語の読み、発音の仕方などなど初めてで戸惑うばかり。そんな心折れている私を、フランス語教師で甘く優しく勇気づけてほしいです。難しい。それを糧に、あと1年半、フランス語頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。これ大事ですよ。フランス語教師か。フランスパン。フランスパンに挨拶しましたね。完全に違うよ。ひろた頑張って。何俺一人で頑張るのかこれ。二人なの？あなた、そうだな。あなたじゃあ俺が頑張るよ。俺が頑張る。今回なんか、ひろたなんか俺ずっと頑張ってねえか。あなたいいよ、頑張るよ。そこでやるって言っちゃうからね。そうだね。いいかい？心が折れそうな私を、私というのはさくらんさんですよ。フランス語教師で甘く優しく勇気づけてあげてください。3、2、1、ミスティ。サクロン。フランス語大変だけど、でも、きっと、君ならできる。それ信じてるから。だから、僕と一緒に、頑張ろう。俺なんかロードショーの終わった後の感じがしたんですけど、最後の。せやな。前ラストコールでやりましたけどね。せやな。よかったと思います。フランス語って難しい。ラブカンシェ。フランスパン。なんだよ、虹フランスパン。どういう味なんだよ。はい。ということで、これが僕らの癒してあげないとだよ。ってな感じでですね。